ミラノ広告、ミラノ広告は1395年から1535年、断続ありまでイタリア北部の都市ミラノを首都として存在した広告である。ビスコンティケは1311年にはすでにミラノの選手であった。ミラノはアルプス越えの大通商路の合流点に位置していて、主工業、工業、繊維、夜勤と農業、干拓技術、運が 考えの重要な中心に変わっていた。ジャンガレアッツォ・ビスコンティ、1378年から1402年は、一族の広大な領地、ロンバルディア、ピエモンテとベネトの一部、エミリアとイタリア中部のいくつかの都市などを統合した。そして1395年、神聖ローマ皇帝ベンツェルから、ミラノ皇の称号を授かった。ジャンガレアッツォが死ぬと、息子のジョバニ・マリアは、 父が征服した領地の維持ができず、広告は解体した。1412年、ジョバンニ・マリアは暗殺され、弟のフィリッポ・マリアが後を継いだ。広告は再建され、父の時代の拡張政策も再開し、ベネツィア共和国との対立に入った。この戦争は10年間にわたり続き、1423年から1433年、フェラーラの輪によって終了。 ブレシアとベルガモの領地をベネツィアに割上した。1435年には、ナポリオ王国で、ジョバンナ二世が後継者を残さずに死んだ。王位は、バルワン・ジュ家とアラゴン王家で争われ、フィリッポ・マリー・アビスコンティは、ベネツィア、フィレンツェと同盟を組み、アンジュに組みした。しかしミラノは、アラゴン家の支配下となった。そしてフランチェスコ・スポルザ率いる、旧同盟軍に敗北した。 次の年の1441年、フィリッポ・マリーアは、クレモナの輪に乗員し、ベネツィアに、領土の一部を譲渡し、クレモーナオコン氏に、一人娘のビアンカ・マリーアを、フランチェスコ・スフォルザの妻にた。1447年に、フィリッポ・マリーアが亡くなると、ミラノでは継承戦争が勃発した。ミラノは、共和国宣言を発布し、スフォルザ家に防衛させたが、 その立場を利用して、フランチェスコ・スフォルザがミラノ港を戦勝した1450年。ベネツィアはロンバルディアでの支配権の拡大を期待して、アラゴン王アルフォンソ5世やローマ王フリードリヒ3世、1440年から1493年と手を組んで、スフォルザ家に対抗した。戦争は4年にわたり、その間にオスマン帝国軍によって、 コンスタンティノポリスが陥落した1453年、英外界におけるベネツィアの領土を一時的に返却し、イタリア語大国はローディノは1454年を調印した。その平和条約ではスフォルザ家がミラノの君主に認められ、ベネツィアはその領地をあった側まで広げ、アラゴン号アルフォンソ・モセイはナポリオとして最終的に認められ、 タイオスマン帝国戦でイタリア新生同盟を組むことになった。ローディの輪により達成された政治均衡はロレンツオイルマニフィコの死1492年トシャルル発生のイタリア侵攻、1494年まで続いた後のイタリア戦争。フランチェスコスフォルツァの息子ガレアッツォマリーアは圧政が原因で陰謀により殺され、 その息子のジャンガレアッツォが母親ボーナディ・サボイアの殺傷により、叔父のルドビーコ・イルモーロに散脱されるまで統治した。同じく、フランチェスコス・フォルザの息子であるルドビーコ・イルモーロは、老いのジャンガレアッツォの後見人という地位を獲得し、彼をパビーア城に監禁し、そこで1494年に独殺した。イルモーロとアラゴンをフェルナンド二世の対立が激しくなっていった。 ジャンガレアッツォは、ナポリオ・フェルディナンド・一世の孫、ベアトリー・チェデステと結婚しており、正当な後継者の権利を一部を持っていた。ルドビーコ・イルモーロは、ナポリオ王国に復讐するために、シャルル八世を先導した、1442年まで、ナポリオ王位は、アンジュ家に属した。ミラノ公国は、百九十四年以降フランスとスペインがイタリア半島をめぐって、 あやらそうイタリア戦争に巻き込まれ、その戦場となり荒廃した。1535年、ミラノはスペインによって征服され、独立を失った。1535年、ミラノ公国はスペイン王に服従し、以後、スペイン支配が続いた。1700年、スペイン国王カルロス2世が没すると、スペイン王位はハプスブルク家からブルボン家に移り、 諸国は当初これを承認したが、ブルボン家出身の新スペイン王フェリペゴセイが、フランス王位継承権の放棄を撤回すると、オーストリア、イギリス、オランダが1702年にフランスとスペインに戦線って、スペイン継承戦争が起こった。ミラノ公国はこれに先立って、スペイン新国王に忠誠を誓っていたため、ハプスブルク家のオーストリアは、ミラノダッシュのために、ロンバルディアに兵を進めていた。 サボヤ公国のビトリオ・アメデオ2世は、ブルボン家と隕石関係にあったが、ロンバルディア進出の野望を持っていたため、オーストリアに接近。1703年10月には、オーストリア側に立って、フランスと敵対した。1706年9月のトリノの戦いで、フランス軍が敗れて撤退、スペインに代わって、オーストリアのイタリア支配に道を開いた。1707年、 ミラノはオーストリアによって征服され、1714年のラシュタット条約でミラノ公国のオーストリア領有が決まった。1733年にポーランド継承戦争が起こると、ルイ15世のフランスはオーストリアに対抗するためスペイン王国及びサルデーニャ王国と同盟を結んだ。ビットリオ・アメデオ2世の子息であったサルデーニャ王カルロ・エマヌエーレ3世は、 フランス軍と共に、ドンバルディアに攻め込み、1733年11月、ミラノに入場して、ミラノ公を名乗った。一方、スペインは、ペリペ5世の子息ドンカルロスが、ナポリ王国を攻め、1734年5月に、ナポリに入場、同年末までに、シチリアも制圧した。スペイン王は、ナポリとシチリアの王位をドンカルロスに与え、 ナポリオ・カルロ七世、シチリアオー・カルロ五世となり、ブルボン朝のナポリオ王国、シチリア王国が成立した、後に、この二国は合併して、シチリア王国が成立する。1738年のウィーン条約では、オーストリアがナポリとシチリアを手放す代わりに、ミラノ公国とマントバ公国を引き続き領有する、ことが認められた。1796年3月、 フランスの総裁政府はナポレオン・ボナパルトをイタリア方面軍司令官に任命し、イタリア戦役が開始された。ナポレオンの軍はイタリア北部を接見し、1796年5月10日のロディの戦いでオーストリア軍を破り、15日にはミラノに入場して旧ミラノ公国の領域を制圧した。ミラノにはロンバルディア行政府が設置され、来た。 イタリアでのパトリオット愛国派やジャコビーのイタリアジャコバン派の活動の中心となった。6月、ナポレオンは強硬国家北部のに侵入してボローニャとフェラーラを占領、モデナ公国から分離したレッジョ、モデーナも支配して、そこにチスパダーナ連合を結成させ、後にチスパダーナ共和国を建国させた。連戦連勝のナポレオンは総裁政府からの自立を強め、 自らの手でイタリア政策を推し進めて自身の政治的立場を強化した。1797年6月にはロンバルディアにチザルピーナ共和国を樹立してチッパダーナ共和国をこれに併合した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。